フアンデ・バルデス・レアルは、スペインの画家、版画家である。セビリアで生まれた。父親は、ルシタニア人のフェルナンド・デ・ニサで、母親は、セビリアの女性、アントニアで、バルデス・リールで、フアンデ・バルデス・レアルは、母親の姓を名乗った。セビリアで、フアンデル・カスティーリョや、フランシスコ・エレーラに美術を学んだとされる。年に、画家のアントニオ・パロミーノの娘で、 画家でもあったとされるイザベル・マーティン・デ・モラールと結婚し、夫妻はコルドバに移った。アントニオ・デル・カスティー・リョイ・サーベドラの弟子として働くが1652年にコルドバにペストが蔓延したためセビリアに戻った。1654年から再びコルドバで働き、1856年にセビリアに戻った。1660年にバルトロメ・イ・ステバン・ムリー・リョと、 フランシスコエレーラと共に、セビリアに、美術学校を設立し、1663年から4年間校長を、務めたが、教師たちとうまくいかなかったとされる。セビリアの病院の壁が、栄光の終焉や、束の間の命などを描いたことでも知られる。息子のルーカス・デバルデスや娘のルイーザ・デモラレスらも、画家、版画家になった。ありがとうございます。